こんにちは、岸です、本日はですね、インパクト、ハンドファーストでね、アイアンなんかは少し当てていきたいんですけど、なぜかもうハンドファーストを意識しすぎて右に行っちゃうとかね、体開いてすごい左に引っ張っちゃうか、腰が砕けちゃう、そういう方ね、いらっしゃると思います。はい、そのタイミングの取り方、僕はもうハンドファーストをしながらでもインパクト後は、ローテーションというよりはリリースですね。バレーボールで言ったら当てた後はフォローで出していくと、この形を取るために、イメージです、本当にこれ遅れちゃった人は右へ、いや右へ行っちゃいけないなと思って、ハンドファーストなんだな、ヘッドを振らせるんだなと思って、右に行く人はこの左へね、こう引っ張って、これまっすぐ飛んだってこれどう使うんですかって話なんです、はっきりと言わせていただきます。使えないハンドファーストはただ飛ばないボールです。じゃあハンドファーストをどういうふうに使うか、一つの動きとして簡単に説明していくと、右手一本でね、もし打てって言われた時に、ハンドレイトでね、走っちゃって今みたいに当たると、じゃあハンドファーストのように打てればいいなっていうけど、結構難しくないですか、こう右手一本のハンドファーストってね、っていうようなね、感じになっちゃう可能性がある、なぜかハンドファーストをしながら体を開いてしまうと、本当にインパクトがこう定まらない、本当に右にスプッシュアウトしやすいということですね。じゃあどういうこと、体を開かないタイミングで、ハンドファーストのインパクトをする。なので後ろを向いてる間に手首曲げたまま、できるだけ腕は伸ばしてあげるんですね。こういうことです、そうすると体が開いてないんで、打った後の瞬間何が起こるか、手首が自然に伸びてくれるんですね、後ろを向いてる間に、右手一本でインパクトをしてやろうと思うと、体を開いてる人は打てないです。体を開かないように、ハンドファースト、手首を曲げた状態で腕を伸ばす。そうすると壁、ここの壁をね、この手が通過する瞬間に抱きしまってます、伸びるしかないんですよ、キープしてずっと持っていくなんて、これもう本当死に玉打ってるようなもんなんで、コントロールショットなのかな、飛ぶっていう発想から全く消えてしまいます、インパクトは強いかもしれないけど、フォローでうまく抜けないんで、インパクト強くならないと。ただし後ろ向きね、後ろ向き正面っていう表現なんですけど、って開く人は後ろ向きで、届かないですね、なかなか手が。それをなるべく前に、この手のひらをね、小手じゃないですけど、前に伸ばしてあげて、壁があります、そこの壁をこの手が、脇が締まって通過するタイミングで、このハンドファーストからの、手首のリリース、リリースからのターン、ハンドファーストのインパクト、後ろ向きです、前に向くと体開いてしまうので、インサイドから入るためには肩開かない、右サイドから手が近い位置を取って入ってくる、そのインパクトから、体開いてないんで、ここの壁を、ヘッドが行き過ぎる際にしっかりとしたリリース、手が伸びる、距離が出るわけです、インパクトから後ろ向きですよ、そこで腕伸ばします。だから腕は伸びてんだけど、手首だけまだハンドファーストです。最後にこの壁を突き破る瞬間に手が、ちょっとなくちゃったんですけど、手が伸びていくっていう設定ですね、こうね、手が伸びていくっていう、右手一本でよく打てばね、分かります、体開いちゃったらなんかすごく当てにくいっていうかね、うまく当てちゃったんですけど、すごく当てにくいので、右手一本でどうやって振るんですか、後ろ向いてる間になるべくこう腕を、手首を曲げた状態なんですけど腕を伸ばしていく、
でここで壁に腕が入ると、まあ、脇つくんじゃないですけど、ちゃんとこう脇も締まってグッと出てます。でこれ以上曲げないですよね。そしたらついていきますてな感じで、この右手1本弱い感覚でもしっかりとした、ね、インパクトゾーン、ね、これが両手になると本当に強いわけですよね。といった感じで強く打てます。はい、右手1本の練習も必要ですし、インパクト、壁から手首が折り出され、この瞬間にパワーがズドン強く生まれます。ぜひね、パワーのあるアイアン、ね、ハンドパスでインパクトする、ね、意味が分かんない本当右にプッシュしてる人、体開いてそのまま左に引っ張ってる人、ね、ちゃんとしたハンドパスとインパクト、強い球を出してみませんか、ね、ぜひこの、右手打ちもね少しできればチャレンジしてみてください。岸でした。 Oh!